おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。木金土は Web VR の説明動画を公開しています。で、昨日は A フレームの結構大事なところをやりました。特に、まあ、これから演習をしていく環境でですね、必要な準備も昨日を割と丁寧に説明したつもりなので、その動画をですね、まあ今日から見るっていう人はちょっと昨日ぐらいですね、前回一つ前の動画ぐらいから見てもらう方がいいかもしれません。はい、リンクは出るようにしておきますので、まあ今日初めて見たっていう方はちょっとそこのリンクを見てもらって、いろんなページを使ってですね、動作確認しますけど、そのあたりを勉強してもらえたらと思います。はい、早速今日はもう昨日の続きから入っていきます。で、前回は、この、高橋義長さんのスライドを使って25ページまで行きました。オキュラスで実際この画面を見ようと、ちょっと動画までは撮りませんでしたが、それができますよという話をしました。で、ちょっと PC だとどうなるかっていうのは、まあ、気軽に見ていただけるので、PC では、このウェブプログラミング道場っていう環境を使って、ここに書いて、これを見てみると。したら、まあ、こんな風に動かせると。ちょっと空の色が変わった状態になってますけど、まあ、こんな形で。で、カーソルで移動させたり、近寄ったり、離れたりっていうのが、まあ、コンピュータのブラウザーだとこんな風に動かすことができます。はい。で、今日はその次ということで、ここも昨日説明したのかな？さらに詳しく説明してますね。これは前回説明しました。まあ、規則ですけども、この A ボックスの位置とかがこうなってますよと。もう一度確認しておきましょう。で、私の場合はそれをグリッチの環境ではなくて、GitHub の環境で作っています。で、私の GitHub のサイトの JavaScript のコントローラーの中のこのプログラムを今見ていると。で、これをコピーして、先ほどのここに貼り付けて、ここで横演習しているという形です。昨日ちょっと編集してしまったので、ちょっと貼り直してですね、見てみるで、これで元の空の色に戻りました。こんなふうな環境で、チュートリアルを進めていっています。で、ここはそれぞれのパラメーターの XYZ の詳しい説明があってですね。で、その向きを見てみましょうというので CG で使って、さらにその XYZ の詳しい説明が書いてあります。昨日ざっくりと説明しましたが、この Q を例にこの A ができてるみたいです。A ができてるみたいですね。自分が見ているところが原点になっていて、で、設定の項目は半径があったり、幅、高さ、奥行きとか、SCR というのは画像のある場所ですよね。っていうふうになっていて、で、X がこの赤い線で、この黄色がこう回って矢印がこっち向いてますから、これが正の方向ですよということなので、前回板をやりましたよね。一番最初に、最後にね、あの画面ですね。まだやらなくても OK って書いてますけど。だからプラス方向だとこっちにこう倒れてくるのが、マイナス90度なんでこう倒れて、こう倒れて、ちょうど平面に見えているというような形です。まあ、これを詳しく説明して、いろんなものを変えてみましょうというので、バックグラウンドカラーを AAA にして、ここは空はいじってないみたいですね。こんな風に変えてみて、こうなりますかっていうのを確認してみましょうっていうので、HTML の編集に慣れてみましょうという風になっていますので、ちょっとこれを同じようにやってみましょうか。はい。この画面にして、ここでその値を入れていくというふうになります。バックグラウンドっていうのがなくて、今のバージョンではそれがスカイになってるんですかね。ここはちょっと移植しながら進めていこうと思います。まず、
カラー、バックグラウンドカラーは AAA になっているので、ここを AAA にします。で、それからそれ以外のところですよね。とマイン、とボックスがマイナス1の 0.5 のマイナス2マイン、でローテーションは00。覚えるの大変ですね。とこっちですね、1ボックス1の 0.5 のマイナス2、ここがマイナス2になりましたね。ここがマイナス2で、ここが00。色は変えてないと思います。はい、変わってないとこは黒色なので、でこれが 01.2-4 01.2-4 01.25-4、 ちょっと手前に寄ってくるってことですかね。で、半径を変えるんですか。半径を 0.7 に変えて、ちょっとちっちゃくなってますよね。半径を 0.7 にしています。ちょっと小さくしようと。 0.7 で、シリンダーがと1の 0.75 で、これもマイナス2で、ちょっと近づけるのかな。マイナス2の高さを 0.7 にしています。高さを 0.7 にしています。半分ぐらいしてるんですかね。で、これがマイナス2でしたかね。1 0.75 1 0.75マイナス2というふうになっていて、プレーンを0、ポジションは000で10 10 10としてみましょうと。プレーン、ポジション000じゃなかったのかな。ポジションを000、ここを0か。で、幅を10 10 10と。こうして、で、これで見てみると、するとこんな風になります。だいたい絵が似てますかね。近寄ってきて、球が小さくなって、で、平面がすごく広くなっていて、で、こっち側にも平面がすごく伸びているんですね。重々になっているので、こんな感じ。ちょっとここ光当たって明るくなっていってますね。実は光の光源っていうのもあるんですけど、それはちょっとまだ触れられていません。はい、こんな風になりましたというのを、多分慣れてみようということで、同じようにしてみて、こうなることを確認してくださいという風になっています。はい、今私もやりました。はい、で、ここまでが基本操作を覚えるっていうことですかね。で、これも一つクリックすると、ここからステップ2ですよと。 CG 見た目の調整を行い、簡易 VR コンテンツを作っていきましょうということで、見た目の調整で床を変えましょうということになります。はい、で、アドアセットアップロードっていうので、アセットをアップロードしてっていうので、それはこれだいぶ前ですけど、サンプルをダウンロードしたんですよね。ここから見た人はかなり前なんですけど、こう、もろもろの、これですか。このサイトに行って、このサンプル ZIP っていうのを取ってきてください。これを取ってくると、さっきあった、これですね、アセットっていうところ。これを、開いて、で、アップロードして、で、これの URL をコピーして、で、どこですか、プレーンのところですね。これを色をやめて、 SCR の画像の URL と、こういうふうになりますよと。これを、今9分ですから、今日はここまでやりましょうか。これを自分の環境に合わせてやらないといけないんですよね。で、ソースを書き換え、URL に変えて、
で、ローテーションとかポジションもちょっと変えて、他もどんどん追加して、同じ要領でペーストしてってなってますよね。コピー&ペーストだから2つ目を作ってるんですね。だから今日はとりあえず1枚目ここだけ変えてみましょう。はい。38ページを GitHub バージョンでやっていこうと思います。まずは、ここでやろうとするとちょっと大変なので、もうここの中でやっていきます。で、まずしないといけないのは、わかりやすく、この HTML があるところに、そのまま画像データを足します。と、アップロードファイルで、ファイルを選んで、と、ダウンロードの中にあったと思うんですが、サンプルの中にありますよね。このバックグラウンドペング、これです。これを開いて、これをアップロード。アップロード。これでバックペングが入ったので、これですね。これがアップロードされたので、これでコミットします。これでコミットすると、コントロールのここに、これでバックが来ましたよね。で、こんな画像が入っていますよということで、ちゃんとアップロードされています。で、これをこれの中で編集をして、ここのプレーンのこの色をやめて、これを SCR にして、同じ場所にあるバックドットペング、 JPEG だったかな、これにしましょうと。で、一旦これで保存してちょっと確認しましょう。ペングじゃなくて JPEG だったかもしれません。あ、ペングですね。バックペング。これで、色じゃなく画像が読み込まれて貼り付けられるはずです。で、サイズは4の4でよかったんですかね。他と、ここは10の10ですね。で、00でマイナス90で、幅は10、10になっているので、そこも直さないといけない。今ここ4と4ですよね。で、ここも00にしなきゃいけないんで、ちょっとそれを調整しましょう。編集に入って、ここのポジションも00で、ここも10、10と。で、こうして、はい、これで書き換えが終わったので、はい、コミットしましょうと。で、これコミットしたらですね、コミットした後すぐ反映されないので、少し時間がかかるんですよね。で、そこに行く、この URL ですね。これをちょっと書いておきましょうか。セッティングで、なんかどこかに残しておけばいいんですけど、これを新しいタブで開いて、ここに URL まだ作れてないので、ここに URL 作ってもいいのかもしれませんが、JavaScript のコントローラーのハローワード、これですね。こんな形になっています。画像がちゃんと貼れてないのかな？絵が出てないですよね。真っ白ですよね。これちょっとどこか間違ってるかもしれません。ちょっと確認します。JS コントローラー、バックドットペング、これの綴り間違わないようにしなきゃいけないですね。バックドットペング、 SCR はここ、
これがまずいのかな。ちゃんと参照できてないですよね。ちょっと待ってくださいね。以前にちょっと勉強でやっているものを確認した方が良さそうなので、トボックスクラフトではなくて、ダイナミック。ちょっと違いますね。ちょっと確認しましょう。もう一回読み込んで、サイズは変わりましたけど、やはり絵の貼り付けがうまくいっていないようなので、はい。戻って、これの編集ですね。で、これが怪しいので、フルスペルで書かせてください。絶対のフルスペルで書きましょう。ここに、フルで書くと HTML から始まって、これがあるところ、これにしましょう。これにして、これで私の GitHub の URL とちっちゃいですか。ここをもう絶対 URL の、こう書いておけば間違いないでしょうと、ここにありますから、これで参照できるでしょうっていうことでコミットしたので、これで幅が変わってますよね。これの更新に少し時間かかるんですよね。もう少し待たないといけないみたいですね。これで画像が追加されて、これがうまくいけば、あとはこれをどんどん増やしていって、同じ要領で増やしていって、で、こんな、正面も底も上もっていうので、6面体ですよね、を作ってしまおうという作戦なんですが、今日はここまでとしたいと思うんですが、まだ更新されないですかね。この辺りが何分ぐらいかっていうのがちょっとわからないので、なんかいい方法ないですかね。これ検証ってすると、これは Chrome の機能なんですけど、これのソースで、これを見ると、これもこれで URL に変わってるはずなので、これで変わらないといけないはずなのですが、よいしょ。なんかうまくいきませんね。なんかうまくいきませんね。これでもうソース変わっているはずなんですが。これで、どっか間違ってるんですかね。コントローラー、コントローラー。ペング。ちょっとこれは次回までに解決をしておかないと今すぐはわからないですね。やっぱり検証をしてやっておいた方がいいかもしれません。ちょっと若干 ぶっつけ本番でやってしまってうまくいってないような気がします。何が違うんですかね。バックドットペング、ファイル名を間違ったわけでもないですよね。バックドットペングになっていて、これ自体もちゃんと画像として
上がっているので見えてほしいところなんですが、はい、すいません、ちょっと次回までに調べておきます。前回うまくいっているので大丈夫だと思ったんですが、はい、ちょっとすいません。画像ファイルの貼り付けがうまくいっていないので、次回はそこからということにしたいと思います。今日はちょっともう20分になってしまったので、ここで時間切れということで、すいません。後切れが悪いですけど、よろしくお願いします。と、このチャンネルでは毎朝朝6時に、木金土は WebVR、月火水はマイクロビットの説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。